谷中は、まあ、あの訪れてみると分かりますけれども、古い建物が結構残っている地域です。まあ、これらが、町としてはその訪れる人に懐かしさというテーマを与えるというか、そういう雰囲気を空間として、演出しているそんなような町並みです。でそれらを、まあ、この先どうしていくのかというのが、まあ、この町の今、立たされている状況であり、例えば背景に高層ビルが、まあ、違ったエリアに建ってき始めたりとか、まあ、あの隣り合う密度が高いエリアですので、大きさが異なる色が異なるというような建物が立ち並び始めたりして、それらの懐かしさというものをどのように維持していくかということが、まあ、この町に現在ある景観というふうに感じます。谷中という地名をお聞きになったことがある方は多分こうあのとっさに下町情緒というようなことを思い浮かべるかと思いますけれども、私は日本を体験する町、生活が意識化された町というふうに捉えました。日本下町情緒というのも、まあ、日本的な日本私たちの懐かしい暮らしというイメージがあると思いますけれども、日本らしさと考えた今私たちの生活の中で、まあ、言ってみれば失われたものとしての日本らしさっていうのを考えたときに、京都や奈良のようないかにも伝統的な日本っていうものとこの谷中に代表されるような、いわゆるその昭和30年代的なといいますかつい最近まであった懐かしい日本人らしい暮らしそういう2つの面が、日本らしさとしてあると思うんですけれども、谷中の中にはそういう、いわゆるこう日本情緒本当にジャパン的にあの日本ジャパン的なものもあるんですけれどもこちらの、下町昭和30年代風っていうところが、非常に谷中の町の中では、色濃く、残ってるといいますか意識的に残されているそれを町の個性として外に向かっても発信するし内部に向かってももっともっとこの色を強くしていこうよという動きをきちんとやっている町だというふうに思いました。個人的にいろんな話を聞くと外国で日本が好きだという方が谷中に住みたいっていうお話を何度も聞くんですね。1回だけではなくて複数の回数を聞く、それは京都ただみたいに本当に言ってみれば失われた、伝統的な、日本ではなくて何かこうリアリティのある、そこにこう生活の実感のある人の温かみがあるそういう日本らしさに惹かれているっていうことの表れなのかなというふうに思います。この町は迷うことも楽しめる町と言えると思います。谷中はですね、非常に細い路地が連続している、まあ、曲がりくねった道がこうつながっているということですね。でこういう道は、こういうまあ町はですね、得てして分かりにくい、不整形な町になって方向感がなくて分かりにくいということが、あるかと思いますけれども、ここはその分かりにくいことが決してマイナスではないという、町になっています。そもそもこの町に、外から訪れる方というのはですね特定の目的を持ってどこかに早く着きたいとかまっすぐ最短距離で着きたいというようなことを考えて来る人は少なくてそぞろ歩きといいますかそういう街をこうブラブラすることを楽しみに来てやっている楽しみにやってきているということですね。でこの曲がりくねった道の一つの特徴というのはですねその先が一望できないということになります。このことはその先に何かあるかもしれないということをですね期待させるそういうことを も合わせ持っているわけですね。ですからそのこう路地を進んでいったその先に何かこう面白そうなお店があったりとか知らないお寺があったりとかそういう、こう新しい発見ができるそういう可能性を持っているわけです。以上、まあ、そういうふうに路地が連続しているというのは、まあ、分かりにくいかもしれませんが分かりにくさが決してマイナスではなくて楽しみにつながっているそういう、町だと思います。谷中のフィールドワークです。谷中に関しての視点は日常と観光が、重なり合う町ということで、フィールドワークを行いました。
谷中の外と中、ここに忍ばず通りというのが一本通ってるんですが、この忍ばず通りを挟んで中に入ると谷中のエリア、外の忍ばず通りに関しては、このように、見慣れた高層マンションが建って、非常にその見慣れた風景ですが、一歩中に入るとこういう路地ですとか、それから昭和の面影を残す商店街というものがいくつかこう点在していて、非常にこう懐かしさ、郷愁というのを覚えます。まあ、映画で非常に流行った、ヒットした夕日が丘三丁目ですとか、ああいう映画が実物に現存していくというような形で街を形成しています。非常にこうこの写真であるような電球が、街の電球があって、ちょうど夕ご飯を始めるような頃の商店街ということは、皆さんの記憶の中にあるような、非常にその懐かしいものだと思うんですが、それが現存としてこういうところに、町に存在しています。多分人と人のつながりというのが非常にこう密であって、ちょっと物を買いに行くんだとか、何かを貸してくれとかいう、そういう人間との振り合いがまだ残っている町ではないでしょうか。ただこれからですね、こういう街が果たして便利かというと、スーパーですとかコンビニとかって、非常にその生活が便利になってきたところに対して、若い人たちが果たしてここに住みきれるのか、それから今後その辺をどう解決していくかということで、観光とそれから商業の折り合いをどうしていくとかが今後の谷中の課題ではないでしょうか。この谷中の町には夕焼け段々と呼ばれる有名な階段状の通りがあったり、それからゆったりカーブする道があったり、町も街路もですね、複雑に入り組んだ屈曲を重ねると、そういうような特徴があります。これは昔の夕焼け段々であれば、段丘状の地形、ゆったり流れるカーブする道は元は川の流れの道であったり、それからそういった折れ曲がった道というのは昔の複雑な町割りだったりしたわけです。そういった昔の名残が残っている、それを感じながらそこは進むうちにいろんなシーンが展開していく、こういうことがこの町を歩いた時に懐かしさを感じさせてくれる秘密になっているのではないでしょうか。